1番ホールはパー5、バンカーから岩井のこれはうまかったですね。素晴らしいショットでバーディーのスタートになりました。2番ホール、山下は今日はこのぐらいの距離をことごとく決めていきました、はい、3番ももうど真ん中から、はい、5番ホールは小祝です。そこまでずっとパーできていたんですが、しっかりラインを読んで、この勢いで6番はグリーンの横から見せます。チップインバーディー、完璧でしたね、はい、連続バーディーです。ティーショットの狙いどころがなかなか難しいとおっしゃっていた6番ホール、はい、山下のセカンドショット、1打目2打目計算通りでここへつけてきました。岩井はティーショットをかっ飛ばした上で、はい、ということで、はい、もちろんバーディー。本当ゴルフが簡単に思いますね、このハイライト見てると。だって これから見ていただくんですけど、ボギーないですからね。そうですよね、本当に。山下の9番、これは何回も見てイメージを良くしたいです。本当ですよ、はい。10番ホール、はい、のバーディーパット、いいバーディーでしたね、はい。12番のパー5、小祝の第3打、はい、もちろんバーディー、はい。それから山下美夢有、マシンのようなショットですね、はい、ピンにまっすぐ。岩井明愛はここからのアプローチ、はい、セカンドを狙ってきて、はい、しっかりねアプローチをしてバーディー取りましたね。14番ホール、小祝と山下のバーディーご覧いただきます。パー3上からね、そう、本当ラインも距離もぴったりでしたね、はい。山下がこれをまた読み切って沈めて10アンダーとします。15番のパー5、池とバンカーを越えてというセカンドショットで小祝が2オンに成功していきます。ナイスオンでしたね、はい、さあイーグルトライという小祝、イーグルこそなりませんでしたけれども、これ沈めましてバーディー11アンダーとします。16番ホールの岩井明愛、いや本当ピンチかと思いましたけどね、はい、この足がバンカーでラフからのショットでしたけど、はい、素晴らしいショットでしたね。でこれを沈めていくんです。これをまた入れてくるところが渋いですね、はい、はい、11アンダー小祝、岩井、そして宮田と11アンダー、山下は10アンダーです。